2016年5月20日5時30分。ネットで見つけた怖い話。第8856話、思い浮かべた人。以前勤めてた職場での話。その職場は、そこの社員と他の会社からの出向組でごった混ぜになったようなところで、人の出入りは結構多かった。そこで働くようになってまだ間もない時、出向組の A さんが自宅で亡くなっているのが見つかって大騒ぎになってね。ちゃんとした病名は結局わからずしまいで、急性心不全とだけ職員には知らされた。過労だったのかな。他のみんなはもちろんその人のことを知っていたけど、そこで働くようになってすぐの俺は、A さんの顔と名前が一致しなかったんだけど、漠然とあの人かなという顔は思い浮かんだ。その件から2、3日したくらいに、俺は、夜9時くらいまで職場に残って仕事してたんだけど、別のチームがちょうど帰ってきた。実はそのメンバーの中に、俺が先日 A さんだと思い浮かべてしまった人がいたんだよね。俺は、心の中で、ああ、勝手に思い込んじゃってすいません。とか思いながら、帰ってきた人たちに挨拶して、おのおの声をかけてくれたり会釈してくれたりした。もちろんその、思い浮かべてしまった人、も会釈してくれた。翌日、隣のデスクに亡くなった A さんと同じ出向元の人がいて、たまたまその人がその会社の社報を持ってきてて、何の気なしにそれを読ませてもらった。社報の最後のページはお悔やみ欄だった。そこには A さんの写真が載ってたんだけど、それが昨日声をかけすれ違った。思い浮かべた人の顔だったんだよね。怖いとかそういう感覚は全くなかったけど、不思議でしょうがなかった。どうして言葉も交わしたことない自分が、その人を見てしまったんだろうって。その後は一切会うことはなかったけどね。ネットで見つけた怖い話。第8857話、水の滴る音。ある時、ふと気づいたら、部屋のどこかからか、ボタ、ボタ、と水の滴る音が聞こえてきた。外は晴れていたから雨漏りではないし、どこかで水漏れでもしているか?と思って耳を澄ませて音のする方を探ってみたら、周りに水気のない、ある床の一点から聞こえる。床が濡れている様子もないのに、そこから、ボタ、ボタ、と音がしていた。音のするあたりに手をかざすと、音が止む。手をどけると、また音がする。かざした手が濡れることはなかった。真上の天井を見ても、濡れている感じはない。頭の中が、となっているうちに、何もしなくても音が聞こえなくなった。ネットで見つけた怖い話。第8858話、隣がうるさすぎる。とある用事で上京した時に、そのままストレートに帰るのもつまらんから。適当なところで一晩明かして、次の日に適当に買い物でもして帰ろうと思いつき、そこらにあったホテルへチェックイン。部屋に向かい、荷物をそこらにこかして就寝することに。だが、隣がうるさい。うるさすぎる。壁をどんどん叩くような音から子供の泣き声。あげく、生木をねじるような音やあえぎ声みたいなものまで聞こえてくる始末。さすがにこんなんじゃ寝れないぞってことでフロントに向かい、そこにいた従業員に、隣がうるさいので注意してくれ、と頼んだ。すると従業員は一旦奥に引っ込み、電話でもしてたんだろうか?しばらくすると戻ってきて、直接話しておきますから、との返事。これでなんとかなるかととりあえず安心して、こっちも部屋に戻ることに。だが、部屋に戻って10分もしないうちに、部屋のドアを誰かが激しくノックした。最初、隣の奴が腹立てて乗り込んできたか?と思い、それなりに注意してドア開けると、そこにいたのはさっきの従業員。そしてこっちが何か言う前に、お客様、この部屋から別の部屋に変わってください。
お願いします。と慌てて告げてきて、こっちの次の句を挟む間もなく、勢いに押されて上の階の端部屋に変更させられた。なんなんだよいとは思ったものの、騒音から解放されたのもまた事実だし、正直、昼間夕方と散々動き回ったので眠い。ゆえにぐだぐだ考えずに、その日は寝ることにした。次の朝、チェックアウトの時間が迫ったので、荷物をまとめてフロントに。そして支払いの際に、昨日のあれは何だったんだ？と聞くと、支払いを受け付けてた従業員が奥の部屋に引っ込んで、しばらくするとなんか偉そうな人を引き連れて戻ってきた。その偉そうな人が言うには、昨日の件は本当に申し訳なかった。こちらの手違いだった。その代わりに宿泊料は無料でいい。とのこと。それじゃ正直納得できないんで、どういうことか？と何回か聞き直すも、向こうも手を返しなおかえ。手違いだった。送り返すだけなので。結局はこっちが折れて、宿泊代無料でそのホテルを後にすることにした。あの時はとりあえず東京で遊ぶの優先だわと思ってたから、いろいろと深く突っ込まなかったけど、今考えればいろいろとわけのわからん不気味な話ではあった。ネットで見つけた怖い話。第8859話、毎月買っている雑誌。俺、毎月買っている雑誌があるんだけど、発売日の仕事帰りに書店に寄って、その雑誌をレジに持って行ったら、馴染みの店員が、あれ？〇〇さん、これ、今日買っていきませんでした？という。え？俺、今、仕事終わってきたばかりだけど？と返したら、ですよねー、人違いかなー。と、その場は収まった。家に帰ってはくてかしながら雑誌を読み始めたら、どうも内容に読んだ覚えがある。そんなはずはない、おかしいと思いながらふと本棚を見たら、買ってきたばかりの最新号の雑誌と同じものが、すでにそこに収まっていた。493。マジレスです漫画。脳梗塞とかで短期記憶障害を起こしてる可能性もあるから。何度も続くようであれば病院行った方がいいぞ。知り合いが同じような体験をしたが、調べてみたら病気だった。脳梗塞ではなく躁鬱に由来する心因性のもだったが。マジかマジですか。職場抜け出して、本買って、一度帰った記憶が抜けてる？そんなはずはないと、思いたい。493。いつ、一冊目を買ったのか？本屋の店員に聞いてみた。それが、その本屋にいるはずのない時間帯だったとしたら。ええ、漫画の43巻目買ってなかったと思って買ったら、家にあった、なんてザラにあるような気が、20代から普通にあったぞ。493です。みんなありがとう。とりあえず現時点で分かったことを報告。少なくともその日、俺が日中に職場を抜け出したということはないと、同僚たちは口を揃えて言っていた。小さな営業所で目が行き届くので、誰かがいなくなればすぐにわかる。トイレとか休憩とか、数分程度席を外すことはあっても、あからさまに長時間不在にはならなかったとのこと。昼食は弁当を自分の席で食べた。外食はめったにしない。他にも、その日職場であった出来事とか、俺と同僚たちの記憶は一致。ちなみに、職場から例の書店経由で自宅まで往復すると、どんなに急いでも1時間以上かかる。書店の片端、今日仕事が終わってから確認に行ってみる。506、後日、また買ってしまった、ってことなら納得できるんだが、問題は、発売日の1日、で起こった出来事ってとこなんだよな。同じ日に、2回買ったことになっているんだよ。493です。仕事帰りに書店に寄って、店員に確認してみた。まず、俺の記憶で雑誌を買った時間は仕事帰りの19時前後。それは店員の記憶とも一致し、493の会話の内容も間違いない。で、問題のもう一つの時間の片端、正確な時刻は忘れたようだが、昼前くらい、だいたい11から12時の間らしい。
ただ、今日になって店員の片端芯がなくなっていた感じで、当の本人の俺に否定されたということもあるだろうが。やっぱり、私の勘違いですよね。と申し訳なさそうに言ってた。いや、変な質問して申し訳ないのはこっちだよ。でも、店員の勘違いだとしたら、自宅にあったもう一冊はいつどこで？俺のすでに読んでいたという記憶は？とりあえず、病院行った方がいいかな。ネットで見つけた怖い話。第8860話、本屋で立ち読みしていた。昨日、本屋で立ち読みしていたら、隣にヨロッとした感じの男が来た。隣って言っても、マニさんから4人は入れるくらいの感覚。ちょっとだけ横目で見たら、本を手に取ることもなく棚の本をじっと見つめてる。なんか変な感じはしたんだけど、気にしないでまた読むのを続けていたら、その男がボソボソと何やら独り言を始めた。たまにいる、立ち読みで音読する系か？と、少し気になってまたちらっと横目で見たら、相変わらず本は持っていないし、正面を向いたまま。で、喋ってる内容に注意を向けてみたら、俺が読んでいた本の、まさに開いてるページを一言一句、写真についてるキャプションまで正確に読み上げていた。一気にゾワッとなって、慌てて本を置いて逃げた。あらかじめ本の内容を暗記していた？とは思うんだけど、めっちゃ怖かった。585。ちなみに何を立ち読みしてたの？587。デジカメのガイド本。ネットで見つけた怖い話。第8861話、北海道の昭和炭鉱。北海道は昭和炭鉱での話。ググればすぐにわかる。その昔炭鉱で栄えた町で相当の人数が住んでいたそうだが、俺が友達とバカなキャンプに行った時はすでに廃墟だった。言い出しっぺは貞岡で、俺は嫌だと言ったが、強がりで絶対に引かない田村の性格が災いして、三人でその廃墟に一泊のキャンプに行くことになった。自転車で2、3時間は優にかかる距離だった。なぜ俺が嫌だと言ったかというと、親父と車で一度行ったことがあったから。特にお化けがどうたらとかいう話を聞いたわけではないが、あまりいい気持ちがしなかったのと。その日に金縛りに遭っていた記憶があり、気乗りがしなかった。ま、それはともかく、夏休みのちょっとしたお遊びのはずだった。現地に着いたのは、まだ2時頃だったと思う。団地やら平屋の共同住宅やらがたくさんあった。割れている窓ガラスもあったが、まだまだ使えそうな家もたくさんあった。石を投げて窓ガラスを割って遊んだり、家を探検して遊んでいた。廃墟になって数十年経っていたと思うが、まだまだ生活感が感じ取れた。障子にカレンダーが貼ってあったり、レトロなポスターが貼ってあったり。町だったのか村だったのか知らんが、自転車で少し町外れと思われるところに行ったとき、なんとも妙な建造物を発見した。一見祠のようだが、神社のミニチュアのようでもあって、鳥居みたいのがあって、でも横が3本なので鳥居ではなかった。何かを祀ってあるのか、開き戸が正面にあった。大きさはタンスくらい。今思えば寄せばいいのに、貞岡が面白そうだと言って扉を開けようとした。特にお札とかが貼ってあったわけでもないし、簡単には開かずガシャガシャやってやっと開いた。中は周りが紙水のようなもので飾られていたが、決して白くはなく。多分赤色が経年劣化したようなどす黒い変な色だった。で何が妙だったかというと、その奥に貼られている紙に書かれている文字だった。当時その存在を知らなかったのでなんだこれくらいにしか思わなかったが、今なら多分ハングル文字だと思う。その前に小さな引き出しだか箱みたいなのがいくつかあって、その前に石ころが置いてあった。開けた瞬間なぜだか、多分三人ともゾワゾワっとしたんだと思う。俺は、そうだった。しばらく沈黙が流れて、貞岡は戸を閉めた。いや、閉めようと思ったのだが、左の扉が朽ちていたのか、ポロッと落ちてしまった。
廃墟だし別にほっといていいのだが、貞岡は慌てて拾って立てかけ、元に戻したふりみたいな感じでその場を去り、住宅街に戻った。と言っても廃墟な、とりあえず自転車を止めて一息つき、俺が、なんかすんげえ怖くて後ろを振り返れなかった。というと、二人も同じだった。怖いというより、気持ち悪いといった方が近いか、要はそんな嫌な気持ちだった。気を取り直して、その後も探検を続けて楽しんだのいちごもあって酸っぱかったがうまかった。唯一のいい思い出な。最初は楽しかった探検も、だんだんと日が暮れてくるとなんだか怖くなってきた。さっきのこともあったし、風と虫の鳴き声以外は静寂そのものだった。最初はテントに泊まる予定だったが、とある住宅の2階で比較的綺麗な和室があって、テントよりこっちの方がよくねってことになった。テント張るのも面倒だったし、和室の畳で寝られる方が良さそうでしょって感じ。キャンプといってもそんな大層な支度もしてなかったし、夕食は簡単にパンと牛乳みたいな感じですぐに終わった。懐中電灯とランタンの灯りでトランプで遊んだりしていたが、夜も真っ暗になると無条件に恐怖に包まれた。俺は、今ならまだ11時には帰れるからもう帰ろう。と言ったが、ここでも田村の性格が災いして却下。9時近かったと思う。貞岡が、うんこしてー、と言い出した。昼間の記憶だと汚い和式のボットン便所。仕方ねえなぁと言いながら貞岡は便所へ行った。便所は玄関の横にあって、俺たちの和室からは一部屋先。すぐそこといえばすぐそこなのだが、とてつもなく遠くに感じ、俺は、絶対に便所は行かないぞと思った。その時、ぐわー、と悲鳴を上げながらバタバタと貞岡が戻ってきた。俺と田村は貞岡の悲鳴を聞いて驚き、うわあ、と悲鳴を上げた。ORZ。貞岡のズボンは、まだ半分下げたまま。顔はランタンの灯りでも真っ青で、めちゃブルブル震えていた。まともに喋れる状態でなかったが、何があったかというと話はこうだ。便所に入ってズボンを脱いでしゃがもうとしたとき、便所の小窓から男がこっちを睨んでいたというんだ。半開きの窓の隙間から月明かりではっきり見えたという。でもって何の根拠か知らないが、お化けとかじゃなく、あれは生きた人間の顔だ。とブルブル震えながら話した。田村が、バカ野郎ここは2階だぞ。と言った時の、貞岡の顔は忘れられない。俺は、やっぱり帰ろう。と言った、ここは山奥の炭鉱町廃墟。帰るにしたって相当怖い山道を通らなきゃ帰れないわけだが、こんなところで一晩過ごすよりはよほどマシだと思った。こんなところにキャンプに来たことを心底後悔した。とにかく母ちゃんや父ちゃんのいるところへ帰りたかった。その時だった。どんどん、どんどん。玄関を叩く音がはっきりと聞こえた。三人とも聞いた。貞岡が戸を開けっぱなしで来たので、わずかに玄関が見える。これも根拠はないが、生きている人間が玄骨でどんどんしているような音だった。俺たちは三人で手を握り合った。全員まさにガクブル状態。俺は、膝がガクガクして止まらなかった。この後何も起こるなと念じたが、少しの間を置いてまたどんどん、どんどん。心臓が爆発寸前だったよ。小声で話し合った。田村。もしかしたら本当に誰か来たのかもしれない。出てみようか。俺、バカ野郎、人間だったらノックと一緒に声をかけてくるはずだ。貞岡、ガクガクブルブル。その後どんどんは途絶えた。が、俺たちのガクブルは収まらなかった。三人で寄り添っていたわけだが、ふと貞岡に異変が起きているのに気づいた。便所の時からの震え方がどう見ても尋常じゃなくなっている。痙攣みたいな感じ。おまけに何かを話そうとしている風なのだが、ひゃ、って感じ。さだ、何やってんだよ、落ち着け、気持ち悪い声出すなよ。と田村が小声で怒った。もうわけわからん状態で、こっちまで気が狂うんじゃないかと思った。
田村だけが頼りだったけど泣きそうな顔してた。時間は10時を過ぎていたが、俺たちはどうにかしてここを飛び出して自転車で帰ることを画策していた。荷物はテントくらいだが、それは自転車にくくりつけたまま。外にさえ出られたら自転車ダッシュでとにかくここを離れよう、そんな計画をしていた時だった。今度は何やら大人数が歩いているような音が、ザッザッと聞こえてきた。というか、最初は小さい音だったので無視していたのだけど、徐々に大きくなってきていて聞き流すことができなくなったわけ。話し声らしきものも聞こえた気がしたが、日本語とは思えない理解のできない声だったし、まだ遠くのような気もした。よく考えると足音かどうかもしれないのだが、こういう時は本能的にそう感じるものなのね。いずれにせよ、まだあやふやで断定はできないというかしたくない状況だったので、俺たちはそれが近づいてくる前に脱出することにした。さだおかは、まだ、ひゃ、状態。さだ、いいか、これから帰るぞ。自転車で一気に行くからな。しっかりしろよ。二人で貞岡を両脇で抱きかかえるように和室を後にして、玄関の前に来た。俺たちは恐怖から逃れるために思考を停止させ、とにかく一気に行くぞ作戦だった。いいか、三人でドアを開けてとにかく一気だ。せーの。でドアを開けるのだが、北海道というのは雪が積もるのでドアは基本引き戸なわけ。雪が積もると開けられなくなるでしょって、小声で。せーの。で戸を開けて一気に突っ走る予定だったのだが、もろくもその三段は崩れ去った。戸を開けたその先には、恐ろしい様相の男が二王たちで俺たちを睨んでいたんだよ。ORZ。俺たちは後ろにのけそるように尻餅をついた。というか、多分ぶとんでいたと思う。で、なんでかわからんのだが、俺は、土下座して、すみません、お連呼していた。途中からも田村も加わっていたが、貞岡は声も聞こえないし、実際どんなだったのかは覚えていない。とにかく、すみません、お連呼していたのだが、ふと気配が消えた気がして、恐る恐る顔を少し上げたところ、男はもう見えなかった。でかい声を出したせいか、少し恐怖心は吹っ飛んだ気がした。俺と田村は顔を見合わせて、貞岡を両脇で抱え上げてとにかく階段を降りた。一気に行きたかったけど、貞岡がそんな調子だし、廃墟の階段だし。降りるのがなんとも危険でまどろっこしかったのを覚えている。道路はほぼ一本道で左が昼間の祠ら？え続く道、右が俺たちの町へ帰る道だった。ザッザッという音は左から聞こえてきていたと思う。唯一月明かりが恐怖心をほんの少しだけ和らげてくれたが、見たくないものが見えそうな気もした。その時また異変が起きた。さっきまでの貞がすっかり気を取り戻して、目が気味が悪いくらいにランランと輝いているんだよ。解散。確かにそう言って、一瞬ものすごい様相になった。そして再び口を開いて何かを用した瞬間、田村が思いっきりビンタを一発食らわした。続きざまに、横にいた俺は、思いっきり貞岡の背中を叩いた。何が起きていたかは俺も田村も理解できていたんだと思う。今思えばすごいコンビネーションプレイだった。当時にちゃんなんかないし、どっか別なところで仕入れた知識だったと思う。ビンタが効いたのか背中をドンが効いたのか。貞岡の顔が元の泣き顔に戻ったのを見た俺らは、一目散に自転車を漕いだ。田村が、ナーミョンホーレン月経、大声で唱え出した。俺んちは、ナムアミダ仏、だと思ったが、ここは合わせた方が良いと思い、大声で、ナーミョンホーレン月経、を繰り返しながらとにかく漕いだ。途中から少し余裕が出てきて学校の校歌に変わったが、とにかく大声で歌いながらひたすらに自転車を漕いだよ。絶対に後ろは振り返らなかった。昭和炭鉱の山あいを抜けるまで、止まるのが怖くて1時間はノンストップだったと思う。道路立って砂利道な。それなりに脚色すればこの1時間だって超怖かった。
途中田村は、やめろを引っ張るなぁ。って叫んでいたし、夜中の山道ってだけで十分怖いし、ま、そこは割愛するよ。長文は嫌われそうだし。てか十分長文だな。とにかく初めて街灯が見えた時は涙が出るほど嬉しかったね。0時近くなっていたと思うが、何かの小さな駐車場みたいなのがあって、そこにわずかに街灯が灯っていた。電気だ電気だって感じ。俺たちは一旦そこに自転車を止めて、しばらくの間ぜいぜいはーはー息を整えた。携帯電話があれば家に電話するところだけど、そんな時代じゃなかった。あったとしても絶対電波が届かないようなところだったし、貞岡は泣きそうな顔をしていたが、とりあえずノーマルに戻っていた。いろいろ選択肢はあったけど、俺たちはそこにテントを張って一夜を過ごした。電気が何よりもの守り神に思えたんだな。何かを期待している人には申し訳ないが、その後は何も起きなかった。というか俺は、すぐに眠ってしまったんだよ。相当疲れていたんだと思う。身も心もね。朝目が覚めると、貞岡と田村は、まだぐっすり寝ていた。外に出て朝日を見たとき、昨夜のことが一体何だったんだろうと、まるで夢のような出来事に思えた。今思えば、実際夢か何かだったのかと思う。中学を卒業して、貞岡にも田村にも会っていない。俺は、北海道を出て、今神奈川のとある場所からこれを書き込んだところです。あまり思い出したくもない経験でした。どう思うが自由だけど、実はな。ネットで見つけた怖い話。第8862は、台所の母。小学生の頃、夕方、遊びから帰ってきて玄関開けたら台所に母がいた。ただいまー。って言ったんだけど反応なし。あれ？お母さん怒ってる？何か悪いことしたっけ？と思いながら台所に入って、喉乾いたから冷蔵庫からジュース取って、飲みながら母をチラチラ見てた。何か違和感感じて、よく考えたらさ、お母さんシンクのところに立って皿洗ってるのかと思ってたら、水道出てないのね。でも体も動いてもいないし、ただ、無言でシンクのところに突っ立ってるの。こっちに背を向けて、真っ赤な夕日が落ちかけて、暗くなってる台所で、電気もつけずに。その異様な雰囲気にゾッとして、リビングに行ってテレビ見ようとしたら、ただいまー。って玄関から母が入ってきた。ずっと庭で花とか野菜の世話してたんだって。じゃあ台所にいたの。何？誰？って思ったら怖くなって、泣きながら母に抱きついた。台所の母の顔、覗き込んだりしてたら、と思うと今でも鳥肌が立つ。ネットで見つけた怖い話。第8863は、担任の先生が怒り出した。中学校の頃の話、朝チャイムが鳴って、担任の先生が教室に入ってきて自分を見た途端、驚いた顔をしながら怒り出した。〇〇、私の名字、お前なんで来てるんだ。休みじゃなかったのか？どうやらチャイムが鳴る5分くらい前に、うちの母から私が風邪をひいて熱が出たから休むという電話を、用務員のおじさんが受けたらしい。怒られたのと意味がわからないのとで一瞬パニックになって、思わず、いやいやいや、ちゃんと来てますから、みたいなことを笑いながら口走ってしまった。先生の悪ふざけかと思ったけど、当の先生はいぶかしげな変な顔をしてる。でも、家から出るとき母が行ってらっしゃいと玄関で見送ってくれたので、私が家を出た後に母がそんな電話をするわけがない。誰かと間違えたにしても、うちのクラスにハマるまるという名字は自分しかいない。さらに念のため休み時間に自分で確認してみたけれど、同じ学年、100人くらい、で違うクラスのまるまるの名字を持つ子は、男子女子合わせても、数人しかいない上に、ちゃんと全員出席している。なぜそんな電話があったのかわからなかったけど、元気に登校している以上、その日はそのまま普通に学校で過ごした。そんなことがあったのもすっかり忘れてしまった数ヶ月後のある日。
風邪をひいて微熱を出し、母から学校に休むという旨の電話をしてもらった。一日で熱は下がったので、次の日ちゃんと学校に行った。そしたら先生に怒られた。お前なんで昨日無断で休んだんだ、すかさず。昨日、母が電話しましたよ。と反論したけど、取り合ってくれない。担任が昨日の時点で他の先生や用務員のおじさんにも確認したけれど、誰も電話を受けていなかったという、でも嘘じゃない。自分が今で座ってうどん食べてる横で、母はちゃんと学校に電話をかけていた。おかしいと思いながらも授業を受けていて、ふと思い出した。何ヶ月か前の、私が休む、という電話。あれってもしかして、昨日母がかけた電話だったりして、時間を超えて、数ヶ月前のあの日に繋がってたんだとしたら。と考えて、なバカなと思いつつゾワッと鳥肌が立った。でも誰かに言っても笑われるだけだろうし、信じてももらえないだろうし、このことは自分の中にしまっておくことした。当時関わった誰か。母、担任、用務員。がいたずらしたのかもしれないが。そんなことをする意味がわからないし、それはそれで気持ち悪い。あれは一体何だったのかな。718。本当に休んだその日、718の母親の電話を受けたのは誰だったのか知りたいところ。だが、もう時間が経ってしまってるだろうからどうなのかな。718。最大の疑問は、1。で書かれた当日の電話の件に関してなんだけど、君は母親に電話の件について確認をしなかったのか、ってこと、もしかしたらしたのかもしれないけど、その点に関する記述がないのはかなり気になるね。まず最初に、電話をしてない。となれば、一体誰がなぜそんな電話をしたのかって不思議さは出るし、この話は成立することになるけど、実際君のお母様が電話をしていたとしたらそもそも君のお母様がおかしいねってことになる。疑おうと思えばもっと疑えるけど、受話器を持ってプッシュボタンを押すなりダイヤルを回すなりして、要件を話すふりをすれば電話をしてるようには見える。3の時ね。この場合も君のお母様がおかしいねってことになる。何よりも、君が最初にお母様が電話をしたのかどうか確認しているか否かが最も重要な点なんだけど、お母様に不審な点がないのだとすれば、最初に電話を取ったという用務員。事務員じゃないの？外野がらせでやっているって線が濃厚なんじゃないのかな。電話なんかしているはずがないのに、電話があった。としてるのは、その用務員さんなんだから。その流れであったはずの欠席の電話を泣き者とすることも辻褄は合うよね。いろいろ失礼な物言いに関しては申し訳ない。条文と合わせてご容赦を。718です。722。当時、誰が電話に出た？って聞いたかもしれないけど。おっしゃる通り何せ十何年も前のことなので覚えていませんごめん。母も同じだと思われる。723。お気になさらず。一の時確認したかどうかは忘れました。ただ、今思ったけど、どちらにせよ。電話なんかしてない。って言うでしょうねー。ああ、電話したした。って言われてもびっくりするけど、それだったら覚えてるだろうし。最後って名前欄残ってた ORZ、自分としては絶対に電話が時間を超えたよ。って言いたいわけじゃない。読んで書いたように誰かが犯人だったとしても、なぜそんなことをしたのか。っていう疑問が残るから不可解なんです。嫌がらせだったとしても、靴を隠すとかする方が早いじゃん。って思う。担任や用務員に関してはうろ覚えですが、少なくとも母に関しては、勉強しろって怒ったり、頑張れば褒めてくれたり、孫ができたよって言えば泣いて喜んでくれる普通のおかんなので。仮に母が犯人だったとしたらそれはそれで怖い。わら、説明不足な上に何回も書き越してごめん。これでもう消えますのし。ネットで見つけた怖い話。第8864話、親父の命日。じゃあお盆だし、親父の墓参りに行ってきたついでに、
思い出した話を一つ。うちの親父は俺が中学の終わり頃に亡くなった。しかし親不孝者なもんで、親父の命日などほぼ覚えていない。今年もすっぱり忘れてた。それは10年以上前の、親父の命日にあった出来事。その年も案の定忘れてて遊びに出かけ、確か夜10時過ぎくらいに帰ってきたと思う。玄関のドアを開けたら、家の中真っ暗。お袋はもう寝たのか、と思った矢先。お帰りなさい。電気つけちゃダメよ。と、台所の方からお袋の声が、なんでこんな真っ暗にしてんだよと言いつつ台所に向かうと、水道からドバドバと水が流れて器に溜まる音がする。暗くて薄ぼんやりとしか見えないが、どうやらお袋は水道の前に立って水を両手で受けているようだった。何してるのかと聞く前に、お袋はすっと横に避けて、俺を水道の前に立つよう促した。両手で水を汲んで、こぼさないようにしっかりとね、とりあえず手洗いするつもりで水に手を突っ込むと、そのまますくって、お家の中のどこかにいるから、探してちゃんと飲ませてあげてきなさい、と、わけのわからないことを言う。正直頭の中状態だったが、穏やかな声なのに有無を言わせない迫力があって、なぜか逆らえなかった。探すって何を？と思いつつ、とりあえず両手で水を汲んで、暗い中をそろそろと歩き出した。その答えはすぐにわかった。探すまでもなく、台所の冷蔵庫の横にうずくまっていたからだ。暗闇の中でもはっきりとわかるほど、真っ黒な人影。見た瞬間硬直した。飲ませてあげなさいってのは、これのことか？これに水を飲ませてやれと？頭が混乱してて、状況が全く理解できなかった。ただ、すぐ傍らの台所に母親がいるわけだし、不思議と恐怖は感じない。その黒い影に向かって、そーっと両手を差し出す。いきなりだし。と両手首をつかまれて、心臓が止まりそうになった。黒い影は俺の両手に顔を突っ込んで、ぐびぐびと水を飲み干していく。その頭部を見て、俺の両手首を掴んでる骨張った手のひらの感触を思い出して、ああ、これ親父だ、と気づいた。後ろまで剥げ上がってて、額の上のあたりに孤島のように髪の毛が残ってるこの頭部。そうか、今日は親父の命日だったっけなと、その時初めて思い出した。その時点でもう恐怖はなかった。ただ、下を向いちゃいけない、顔を見ちゃいけないと思い、なぜそんな風に思ったのかよくわからないが。そのまま水を飲み終わるまでじっとしていた。ふっと、両手首を掴んでる感触が消えると、もうそこに親父の姿はなかった。台所のお袋のところに戻ると、手首まできちんと洗いなさいね、とだけ言われ、それに従った。手を洗い終わって、もう電気つけていいのか？と聞くと、うなずいたようなので台所の照明をつけた。明るくなった台所で、お袋はどこかぼけたような表情でしばらく立っていたが、ザバザバと水が流れる音にふっと我に返ったかのように、何水を出しっぱなしにしてるの？もったいない、いきなり怒鳴られた。なんで部屋の電気消してるの？暗くて危ないでしょ。ええ？今のは何？うちの家系に伝わるなんか儀式的なものなの？などなど質問攻めにしてみても。あんた何寝ぼけてるの？と、全く取りつく島もない、知らぬ存ぜぬを決め込んでいる風にも思えないし。そもそもうちのお袋は嘘が全くつけないというかつかない人間なので、どうも本気で自分がしてたことを覚えていないらしい。もしかして親父、喉乾いてたのかなと思い、翌朝日が昇る前に墓参りに行ってみた。墓石の前に置いてある湯飲みが、風で吹き飛ばされたのか地面に落ちて割れていた。多分そうなんじゃないかなと予想していたので、代わりの湯飲みに水を汲んで置いてきた。おしまい。767。ありがとう。ちなみに両手をつかまれた時ってのは、体温を感じるものなの？762。ほう、なかなか興味深い話だった。死者は喉が渇くからお水をあげなさい、と聞くね。
事故現場とかでビールとか缶ジュースとか蓋も開けないでそのまま置いてる人結構いるけど、あれ、飲めないからね。開けてから置かないとね。一番いいのはやはりコップに見づらしいけどね。何かが降りてきて大切なことをさせたり言ったりするというのは時々あるようだけど、実際に体験する人はそれほど多くないから知らない人が多いよね。いいお母さんなんだな、と思いました。770。体温は感じなかったなぁ。暖かくも冷たくもなかった。ただ、生前の油切った肌の感触はそのままだったから、間違いなく親父の手だと判断できたよ。771。この話を思い出したのは、連日の猛暑で墓石が木炭みたいに熱くなってたからなんだわ。桶で4から5杯水ぶっかけないと、触るどころか近づけないくらいじりじりと熱を放ってたからねー。あれじゃあ中で眠ってる人間も、熱くて干上がってしまいそうだ。お盆にはキンキンに冷えたビールをお供えしてやろうと思ってる。ネットで見つけた怖い話。第8865話、猫また?いいにじいますれにふさわしいかどうかわからないけど、変なものを見たので書くよ。うちの会社は全館禁煙で、タバコを吸うときは外に出て吸うことになってる。俺とは違う部署の A さんも喫煙者で、ちょいちょいサボっては会社の裏手の人通りの少ない場所でタバコを吸ってる。で、先日、俺が何気なしに2階の裏窓から見下ろしたら、例のごとく A さんがタバコ吸ってたんだけど、その動きが変だった。誰も見てないと思ったのか知らないけど、まるでフラダンスみたいに両手を伸ばして、左右にひらひらくねくねさせてる。それだけだったら暇つぶしに体操でもしてるのかな?と思うんだけど、その A さんの足元に野良猫がいたのね。ちょうど招き猫みたいな格好で座ってんの。その猫が A さんの動きに合わせて、同じように前足をひらひらさせて踊ってたんだよ。後から思い返せば可愛いように思うけど、その時はゾッとした。猫がそんな動きするとは思わなかったから。その後 A さんに猫の件を尋ねてみても、え、何のこと?みたいにすっとぼけられた。怖くもなんともないけど、変な感じ。いやそれはむしろ、A さんが猫に操られてたんじゃないか ?791。ああ、確かにそうかも。猫まただったんかな、あの猫。関連話?猫踊り。今日のオカルトスレ。Google ストリートビューに映る謎の物体が話題に、これは、Google, EARTH, 6.1。公開、ストリートビュー機能を改善。コメ Google は20日、Google, EARTH, 6.1。を公開した。Windows, XP, Vista, 7, Mac, OS, X, 10.5 以上、Linux カーネル 2.4 以上に対応する。リンク。1。Google マップを開いて、2.47.11579.22.7568 を検索してください。スイスのある場所。3、緑のやつをクリックし、ストリートビューを選んでください。4、2階と、2階をクリックしてください。空の左上。5、謎な物体が見れます。40、わろたなにこの新婚夫婦、わら。49、これ前にも話題になったろ様々な角度から見えるはず。234、完全に神様。20、動画あるじゃん。見た感じ撮影処理ミスだろうけど動画リンク。いい、36、リンク、はい。69、場所移動しても追いかけてくる。オメガ。15、ストリートビューじゃないけど。31、何これどこ ?41、よく覚えてないけど岩手県南部の高校だったと思う。46、ほのぼのするなぁ。48、68、
さびれた民宿の集落だな。小学校も今年で閉鎖されたし、車で走ってると国道から近いし、大したことないけど上から見るとすごいな。76。これガチで気になるな。よりによって樹海って。なんなの？98。元あった集落がダムの底に沈むことになり、近場の空き地だったここに集団移転したってだけの話、くも字でやってたよ。105。水害で住めなくなった集落丸ごと移住した地区。別に不思議でもなんでもない。246。小事故じゃねえか。97。中学校遠いね。106。なんで中学だけこんな隔離されてんだよ、わら。70。89。京都の隔離地区出して完全部落の後、八王子の施設。126。リンク。247。この旗ってもしかして。107。119。やっぱオーラあるわ。120。木曽川流域にある不気味な鎮守の森、富士山のふもとの孤立した集落、京都朝鮮人部落、本当は恐ろしい山梨県千葉地図にない村、神戸住所。その他、お察しください。139。最後の若崎で河川敷に住み着いてた在日部落に似てるな。こういった狂ったアバラ家はあいつらの伝統なのかな。209。お察しください昔。128。久々に貼っとくか。リンク。152。わら。280。似たようなの見つけた。同じ道路上だから、同じ物体もしくは現象、処理ミスだと思う。47.038548、9.45万4006を入力し、緑の矢印を押してストリートビュー真後ろを見てそのまま上を見上げると、似たようなやつがうにょーんと伸びたやつがある。後ろを向かずに見上げても見れるけど、後ろを向いてからの方が全貌を把握できる。それから、同じ矢印の場所で、今度は振り向かずに右に2回行くと、例の物体を下から見上げたみたいなやつがある。しかもこれも右に行くとついてくる。すでに掲載されてたらごめんなさい。289。見上げてみた。167。171。直球すぎ。173。236。下の画像は素晴らしい。223。リンク。トマホーク。230。リンク、キングハリド軍事都市。リンク、252。当時、人体実験で有名な場所。この池に三足歩行の生き物が生息しているらしい。今は出入り口を完全に封鎖されているので入れない。リンク。254。何これ怖いなんてとこ？256。日航機墜落事故の時ここの警備は最高レベルになったらしい。262、252、の言ってるのは、南早期ダムのトンネルの先の人体実験施設じゃないのか？あそこの近くに行くと必ず監視の車が尾行してくるから違う意味で怖い。地点は、リンク。関連記事、リンク。リンク。リンク。おいおいおい、東電管理？ダムに監視カメラ？ 266。うわぁ、生きてぇ。274。オスタカトンネルの先に2ちゃんで押しかけてみる。オブF企画したらどうや。100人単位で人がいなくなったらちっとは騒ぎになるやもしれん。283。おかいたで話題になったここ。に行ってくれ。ただ行ったやつは絶対にいるはずなんだが一回も報告レスがない。つまり、275、オスタカ山放射性物質123便でググると、292、南早期ダムはツーリングスポットだったりトレッキングで普通に山も入れるからね。日航機はオカルトとか都市伝説好きに人気だからそこから派生した話なんだろう。285。おしまい。